山田康夫は元 NHK チーフアナウンサー。山梨県甲府市出身。中央大学法学部を卒業後、1963年入局。同期に森本武郎がいる。入局の翌年から大相撲の実況中継を晩年まで担当するなど、様々なスポーツの実況中継で活躍した。当時の NHK アナウンサーとしてはややテンションが、 高いアナウンスであったが、念入りな下調べに基づいて実況に差し挟まれる、情報の正確さや、放送中の起点や気配りで、大相撲実況中継の名アナウンサーとして、各界からの信頼も厚かった。昭和最後の場所となった1988年、11月場所で、横綱千代の富士が横綱大の国に敗れ、連勝が53でストップした取り組みも山田が、 実況していた。また、山田は、草野人志と共に、NHK 競馬中継も担当していた。ミスター CB が三冠馬となった1983年の、ボバクラシックレースの NHK 中継の実況を担当した。さらに、1988年のソウルオリンピックの、男子柔道 95kg 超級の実況を担当したアナウンサーも、山田だった。 この階級で、斉藤一氏が、金メダルを獲得した。1989年9月場所の大相撲中継を、最後に、体調不良のため入退院を繰り返すようになり、翌1990年3月5日、脳内出血のため在職のまま49歳で、死去した。ありがとうございます。